どうものりごとです。本日、4月22日、ね、22日といえば、まあ、皆さんもご存知でしょう。ローソンのプレミアムロールケーキにイチゴが乗る日でございますね。ということでローソンにね、プレミアムロールケーキ買いに行きたいと思います。知ってますか？なぜね、毎月22日だけがイチゴが乗っているのか。答えはね、動画の最後で。ローソン着きました。はい、ローソンね。今行ったローソン売ってなかった。こういうこともあるんだね。売ってないところもある。このローソンは売ってるでしょう。頼むよ。さあ買えましたよ、プレミアムロールケーキいちご乗せね。早速家帰って食べよう。はい、帰ってきましたよ。プレミアムロールケーキいちご乗せ。通常ね、このいちごが乗ってないけど22日だけは乗ってると。このいちごですね、いつもなら乗ってないいちごが22日だけ乗ってる。お得だね、ちょっとだけ。その理由はですね、ここに書いてますね。22日だけ乗ってるの。カレンダーでね、一目瞭然、22日の上には15、つまりイチゴが乗っているからと。ね、可愛い理由だよね。もう可愛い理由、キティちゃんの体重がリンゴの重さみたいなね、それぐらい可愛いんじゃないですか。いただきます。普通のロールケーキとしてもね、すごい美味しいわ。ちょっとね、ロールケーキだけじゃ甘すぎるっていうのに、このいちごが嬉しいね。うん、この甘酸っぱさがやっぱりちょうどいい、合う。ということで、毎月22日はローソンのプレミアムロールケーキが、ケーキにいちごが乗ってると。理由はね、カレンダー上で22日の上に15日、つまりいちごが乗ってるという可愛い理由です。お値段変わらずね、22日だけはイチゴがついたプレミアムロールケーキが食べられるので、ぜひね、気になる方はローソンに走ってください。 YouTube! ちょっと登録してね。